ミニアルバム、のー・オー・リングの最新トレーラーがヨ途トベで公開されました。このトレーラーを見ると、アルバムには映像から音楽まで多くの投資がなされていることがわかります。そして、その反応は驚くべきものでした。新曲、ボンの公式ミュージックビデオは、視聴者に強烈な印象を与えました。そのパフォーマンスは圧巻であり、ファンたちは興奮し、感動しました。 コメントからも、その興奮が伝わってきます。楽しみにしてます、エムステかっこよかったです。ミニアルバムの発売とともに、嬉しいご報告ありがとう、エムステ初披露最高でした、など、ファンたちの期待と感動が溢れています。最新のノー・オー・リングミニアルバムのトレーラーが YouTube で公開され、その内容には多大なる投資がなされていることが伺えます。それは、映像の美しさ、音楽の内容、 そしてパフォーマンスの質において明らかです。このトレーラーを見たファンたちからのコメントを見ると、彼らの期待と興奮が伝わってきます。そして、その期待がアルバムのリリースに向けてますます高まっています。ナンバーアンダーライン I の最新ミニアルバム、ノー・オー・リングのトレーラー映像が公開された瞬間、世界中のファンは息を呑んだ。それは単なる音楽作品ではなく、 壮大な物語の序章を告げるような圧倒的な迫力と美しさに満ち溢れた映像だった。これまで数々の革新的な楽曲とパフォーマンスで世界を魅了してきた彼らが、今度は和のテイストを前面に押し出し、新たな境地へと挑んでいる。の、お、リングのトレーラーは静けさの中に力強さを感じさせる、鮮烈な映像から始まる。 和の伝統的な美意識が光る静寂の中に佇む古民家。その佇まいはまるで時が止まったかのように静かで、それでいて重厚な存在感を放っている。そこに現れるのは凛々しい表情で佇むナンバーアンダーライン愛の三人。彼らの視線はまるで遠くを見据えているかのように力強く、そしてどこか哀愁を漂わせる。映像は 古民家から現代的な都会へと移り変わる。街並みを背景に、ナンバーアンダーラインイの3人は力強いダンスを披露する。その動きは従来の K-POP アイドルのダンスとは一線を隠す和の要素を取り入れた独特なものであり、伝統と革新が融合した、まさに新しい時代のダンスと言えるだろう。伝統的な日本の文化と現代的な音楽が融合した、この新しい試みは、 世界中のファンを魅了するだけでなく、彼らがこれまで以上に、日本の文化を世界に発信していくという強い意志を感じさせるものだった。ノー・オー・リングのトレーラー映像は、単なる楽曲のプロモーションという枠を超えて、ナンバー・アンダーライン・アイの新たな挑戦、そして世界観を鮮やかに表現している。彼らの革新的な音楽とパフォーマンスは、すでに世界中で高い評価を得ているが、 今回のノー・オー・リングでは、さらにその世界観を深め、新たなステージへと昇華させているように感じられる。トレーラー映像が公開された直後から、SNS 上では、期待しかない、早く聞きたい、最高すぎるといった、ファンの興奮の声が溢れ出した。彼らの期待に応えるべく、n o ン n d l i n e I はノー・オー・リングの先行配しがらき曲として、ボンをリリース。ボンは、 和テイストを取り入れながらもナンバーアンダーライン愛らしい力強いサウンドと心を揺さぶる歌詞が特徴的な楽曲だ。楽曲がリリースされた瞬間に世界中のファンはその圧倒的な存在感に心を奪われた。ボンのミュージックビデオはトレーラー映像で垣間見ることができた和のテイストをさらに発展させた壮大なスケールで制作されている。伝統的な日本の文化を背景に ナンバーアンダーライン愛の3人は力強く、そしてしなやかなダンスを披露する。その姿はまるで時代を超えた美しさを体現しているかのよう。ボンドミュージックビデオは単なる映像作品ではなく、ナンバーアンダーライン愛が伝えたいメッセージ、彼らの世界観を表現するための重要なツールとなっている。 彼らのパフォーマンスは日本の文化を世界に発信していくという強い意志を感じさせるものだ。n o ーアンダーライン愛の挑戦は世界中のファンを魅了し、彼らの音楽とパフォーマンスに対する期待をさらに高めている。彼らの新たな試みは音楽業界に新たな風を吹き込み、世界中の音楽シーンを大きく変えていく可能性を秘めている。No.O.Ring は単なるアルバムではなく、 n o ーアンダーラインアイが世界に向けて発信するメッセージであり、彼らの新たな挑戦の始まりと言えるだろう。彼らの音楽は世界中の人々に希望と勇気を与え、時代を超えて語り継がれていくであろう。n o ーアンダーラインアイは今後も革新的な音楽とパフォーマンスで世界を魅了していくに違いない。彼らの音楽が世界中の人々にどのように響き渡っていくのか。 彼らの今後の活躍から目が離せない。ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンの公式ミュージックビデオは、彼らのファンにとって待ちに待ったものでした。彼らはエムステでのパフォーマンスを楽しみにしており、その興奮は言葉になりません。そのパフォーマンスは、彼らが日本の音楽シーンでいかに重要な存在であるかを再確認させ、そして世界への挑戦を意味しています。新曲、ボンのリリースに伴い、 ナンバーアンダーライン愛のファンたちは日本文化の要素が随所に散りばめられていることに興奮しています。彼らはこの曲が彼ら自身のアイデンティティをより深く表現していると感じており、そのことが彼らの心を打つ要因の一つです。エムステでのボンのパフォーマンスは視聴者に強い印象を与えました。彼らのパフォーマンスのクオリティと楽曲が伝えるメッセージの強さに触れ、 多くのファンが胸を打たれたことでしょう。また、彼らの音楽が日本を代表するものであると感じ、誇りを抱いているファンも少なくありません。ボンのミュージックビデオの期待も高まっています。ファンたちは、これまでのナンバーアンダーラインアイの作品と同様に、このビデオでも彼らの独創性と才能が存分に発揮されることを期待しています。そして、彼らの音楽がさらに多くの人々に届くことを願っています。 ナンバーアンダーライン愛のファンは彼らの新曲を心待ちにしています。彼らの音楽が彼らの人生に大きな喜びと感動をもたらしてくれることを信じています。そして彼らの活動がこれからもますます成功を収めることを願っています。一方でこのトレーラーと新曲には未知の可能性や興味深い視点が含まれています。 例えば、ボンのダンスパフォーマンスや曲のメロディーに対するコメントが多くあります。ダンスめちゃくちゃかっこいい。メロディーもかっこよすぎて鳥肌やばい、など、ファンたちは楽曲の要素に魅了されています。さらに、このトレーラーが示すアートや日本の文化に対する賞賛も目立ちます。は、日本食最高日本の旗、文字の背景が日本になってて行き過ぎる。日本の誇りです、など。 ファンたちはナンバーアンダーライン l i が日本のアイデンティティを表現することに誇りを感じています。それでは彼らの新たなミニアルバムがどのような未来を切り開くのか私たちも一緒に楽しみに待ちましょう。あなたはナンバーアンダーライン l I のファンですか彼らの新曲に対する期待はどのようなものですか彼らの音楽があなたに与える影響について共有したいことはありますか それでは、ナンバーアンダーライン愛の未来について一緒に考えてみましょう。